釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。それがありますね。渓流に行ってきました。竿はですね、大和さんの清流 X 包丁54ですね、という渓流用の竿です。 100g ぐらいしかないですね。 5m40。 仕掛けはオーナーさんの、5つの毛針がくっついた流し用ですね、天からみたいな感じで表層をですね漂わせながら釣るというような仕掛けになっております。それでは準備します。なぜか知りませんけども、分かりませんけど、釣れがかりで鮎が釣れました。小さい鮎がなんか弱々しかったんですけど、今回はこの辺りで失礼いたします。ありがとうございました。ありがとう。